はい、よ、20秒前です。はい。あとね、リボンの顔に映ってる。はい、では、4。はい、たーい。はい、7時を回りました。歌って踊れるプリティチェちゃんと遊ぼうの時間です。イエーイ。はい、今日も花ちゃんが来てます。はい、こんばんは。花ちゃんが来たらとっても楽しくなります。はい、今日はですね、この今改装してるとこなので、いつもはあの大きな窓から夜景が見えたり、夕日が見えたりするんですけど、今日はちょっとちっちゃなスタジオで、可愛らしいスタジオですね。キャン君ね。ここで今、今日は、お届けします。はい、FM ギノワン。とっても、素敵な、ラジオ局です。私の前も、可愛い中学生とか、元気なサッカー少年たちがね、出演していたようですけど、またこの1時間もよろしくお願いします。今日ですね、今日は2月19日ですよね。今永田公民館から私はここにやってきたんですけど、永田公民館では今まさに、6時半から中西春正さんと市民の集いということで、いろんなことを春正さんと中西春正さんを囲んで、いろんなことを話をしようということで、今集まってます。もし時間になる方は、永田の、綺麗な永田のですね、公民館で、6時半から7時半、8時前までですかね、やってると思いますので、どなたでも参加できます。一応お仕事帰りの方が多いので、500円の参加料で、飲み物と、おにぎりとかコロッケとかで、ふちゃぎとかがありますので、いろんな愉快な方がいっぱいいらっしゃいますので、ぜひ足を運べる方は永田区公民館の方に、永田十字路からこう入っていって、左に曲がっていくところですね、永田区公民館にぜひ足を運んでください。いろんなこと、子どもたちのためにどうしていこうとか、今宜野湾市はどうしたらもっといい、住みやすい街になるかなとか、まあ、いろんな感じたことを話し合ったらいいなと思います。はい。それとですね、今日は、朝は、私の住んでる大蛇の方なんですけど、久米島で、に畑があって、いつも美味しい、お野菜を作ってくださるご夫婦でね、作っていらっしゃる方がいて、奥村さんっていう素敵な仲のいいご夫婦なんですけど、いつもいろんな種類の、もう見たことのないようないろんなお野菜を作ってきてくださって、で、それがとっても美味しくて、私はいつもまあ、歩いて30秒ぐらいのとこなので買ってたんですけど、この旦那さんがこう、お亡くなりになって、とっても元気な方だったので、本当に、とても寂しいなと思いました。で、今回もこの北村さんもだし、それから琉球大学でお世話になってた西里紀行先生、琉球大学で東洋史とか教えてて、イハ富裕賞受賞も受賞もされた方で、私は大学の頃にとても中国語クラブに入ったりとか、東洋の歴史とか興味があったので、教育学部に所属してたんですけど、法文学部の方の西里紀行先生のゼミが東洋史っていうのがあったので、中国語の、本をみんなで読んでいくっていうものだったんですけど、もうとても興味深くて、この一週間に一度のこの授業が、先生の研究室でなんですけど、
そこで本当に勉強していろんなことを西田時光先生に教えていただいて、もう本当に楽しかった。楽しい、難しい勉強だと思うんですけど、でも楽しく勉強できました。西田時光先生が本当にたくさんのことを沖縄のために、沖縄のために浦添市の琉球王国評定書文書とか、沖縄県の歴代法案とか、竹富町史、那覇市など、いろんなことに携わったみたいです。本当に、紀行先生、ありがとうございました。そして、本当に悲しいことが続いてるんですけど、平進先生、進さんといって、奥様は平富さんで、ご夫婦とも、うちの芝居の本当に沖縄でも、沖縄を引っ張っていらっしゃる方でした。その平進先生、私もうちの芝居を、桜坂の方で受講して、うちの芝居を、何年か教えていただいて、もう平進先生、本当すごい方で、世界中を回ってらっしゃる方なので、ロシアに行った話とか、いろんな外国に、このツアーでですね、文化交流ので、行かれた時の話をして、それもすごい、もう楽しかったんですね。その話も楽しかったし、いつもユーモアがあって、授業もすごい楽しくて、この講座ですね。そして、脚本も、もうすごい集中して書き上げてくるんですね。で、その平進先生の作った面白い脚本のもと、私たちはうちの芝居をするっていうことで、本当に、平進先生と出会えて教えていただいたことを本当に忘れない、一生忘れません。平進先生、ありがとうございました。はい。もう、前に話したように、私の三線の手ほどきをしてくださった玉木誠文先生もお亡くなりになって、玉木誠文先生も、もう三線会を、沖縄の三線会をリードした、もう三線一筋でやってきた方で、古典の三線ですね、たくさんのお弟子さんたちが今も羽ばたいていますが、本当に玉木誠文先生にもお世話になりました。そういう素晴らしい方々と出会えたことを本当に感謝しています。どうぞ安らかにお眠りください。本当にありがとうございました。はい。では、花ちゃんが今日は来てくれたので、花ちゃん今とても頑張ってて、長田区とかも大蛇の区とか、あっちこっち引っ張りだこです。教えてますけど、このことちょっと聞きましょうね。どこで教えて、いつ教えてるとか。今、長田区民館と大蛇の区民館で、英語を教えています。長田区民館は去年の11月から、始めて、そして、大蛇の区民館では、先週から、始まりました。どうですか今、この子供たち。中田の方は10名ぐらい集まっています。毎週土曜日。わあ、多いね、10名。はい。男も、この女の子も。はい、男と女。多分1年生から5年生が参加しています。すごい。じゃあ、賑やかじゃないですか？そうですね。みんな賑やかでした。賑やかです。花ちゃんも賑やかだし。じゃあ、超楽しい。はい。いつか、時間が合えば行きたいですね。ぜひぜひ参加してください、ちえさんも。大蛇名もスタートしたのね。そう、大蛇名では、小学校、1年生から3年生。うんうん、選手始まったばかりなので、選手は3名参加しました。ちっちゃい子。じゃあ、大蛇名の公民館では、何時から何時、何曜日とかもって。大蛇名公民館では、毎週金曜日の4時から4時50分までです。4時から4時50分まで、はい、毎週金曜日。毎週金曜日。はい。今聞いてる皆さん、あるいはお父さんお母さん、もしお子様が、興味があったら、ぜひ、
参加させてくださいね。とっても楽しいですから。Hi, I'm reading. じゃあ、るちゃん、なんか絵本も。Oh, yeah, let's... I'll have some another story tonight. It, the title is Jake's Star. あ、星空のジェイク。わあ、とっても綺麗だね。Yeah, とっても素敵です。Let's read! Our... やっぱり、ヨウ・ショウメイさんってとっても有名な、oh. 画家さんですけどね、絵本作家が書いてますね。やっぱり素敵です。Oh, I didn't know. Okay, so let's start to read. I'm gonna read the English part and Chinese-san will read the Japanese part. It was a beautiful starry night. Suddenly from the west, a falling star appeared out of nowhere. 星の綺麗な夜でした。突然、西の空に流れ星が一つ、スーッと現れました。It seems that the falling star was heading for Jake's house. その流れ星は、どうやらジェイクの小屋を目指してやってきたようです。Knock knock, good evening.Star Child softly spoke to Jake, who had been sound asleep. トントン、こんばんは。ぐっすり寝ていたジェイクに、星の子がそっと声をかけました。With rounded-eyed wonder, Jake looked at Star Child, who appeared out of the blue. I'm Star Child, hello!I came tonight from a faraway place to show you the land of stars. 目の前に突然現れた星の子を見て、ジェイクは目を丸くしました。私は星の子。よろしくね。今夜はジェイクを星の国に案内するために遠くからやってきたの。The land of stars? But aren't stars really far away? There's no way I could travel such distance. Not to worry. Star Child waved her hands and sparkling stardust appeared. 星の国？でも、お星様ってすごく遠くにあるんでしょ？僕、そんなところになんかとても行けないよ。大丈夫！星の子がさっと手を振ると、キラキラ光る星の粉が現れました。The stardust swirled and changed into a balloon. Astonished Jake then watched a gondola appear right before his eyes. 星の粉は渦を巻きながら、なんと気球の形になっていくではありませんか。あっけに取られるジェイクの目の前で、最後はゴンドラまでできました。Wow, amazing! Jake was thrilled and he jumped into the gondola. わあ、すごい！ジェイクはすっかり嬉しくなり、ゴンドラにぴょんと飛び込みました。Are you ready? Okay, we're on our way.Star Child quickly waved her hands and the balloon quietly took flight up into the night sky. Are you ready? Okay. Japanese. あ、準備はいい？それじゃあ出発！星の子がさっと手を振ると気球はスーッと音もなく、夜空に向かって舞い上がりました。Wow! We're so high up! The row of trees below looks tiny. Jake was fascinated with the balloon. わー！高い！高い！並木が下に小さく見える。ジェイクはすっかり気球に夢中です。The balloon slowly, slowly floated above the twinkling night lights. The lights look like glittering jewelry. 気球は
宝石を散りばめたように、輝く夜の街の空をゆっくりゆっくり漂っていきます。Going up, up and away, the round moon got bigger and nearer. Jake asked Star Child, where are we going? Star Child smiled mischievously, to the infinite! 高く、高く上がっていくと、まん丸いお月様が大きく迫ってきました。ジェイクが星の子に尋ねます。どこまで行くの？星の子はいたずらっぽく答えます。どこまでも。The balloon kept going higher and higher. The earth's surface was way down below. Jake kept repeating, It's beautiful! It's so beautiful! 気球はどんどん高く舞い上がります。もう地上は遥か下。綺麗だね。本当に綺麗だね。そう、ジェイクはつぶやき続けました。All he could see around him were stars, stars, stars. It was silent, nothing could be heard from the earth, not even the whisper sounds of the wind. 周りに見えるのはもうたくさんの星ばかり。地上のざわめきも、風の音さえもなくなり、静けさだけが広がります。This far away, we don't need a balloon. You see, there's no gravity here, said Star Child. And together with Jake, they hop off the balloon. ここまで来ると、気球はいらないのよ。だってもう無重力なんだから。星の子はそう言うと、ジェイクと一緒にふわりと気球から離れました。With the huge, glowing, bluish-white earth behind them, Jake and Starchild flew toward space. 青白く輝く大きな地球を後に、ジェイクと星の子は宇宙に向かって飛び出しました。Jake turned around and looked at the earth.He saw a lovely glowing blue-green planet suspended in space. It's truly beautiful. So I was there. ジェイクは振り返って地球を見ました。青く輝く美しい星がぽっかりと浮かんでいます。なんて綺麗なんだろう。僕はあそこにいたんだね。We're in outer space now. The land of stars is outer space. There are thousands, millions, billions of stars. See over there, that's Saturn. Aren't the rings cute? It looks like it's wearing a hat. ここはもう宇宙よ。星の国っていうのは宇宙のことなの。何千、何万、何百万もの星があるの。ほら!あそこに見えるのが土星。丸い輪っかがかわいいでしょ?なんだか帽子をかぶってるみたいだ。Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. They all go around the sun. That's really awesome. 水星、金星、地球、火星、木星、みんな太陽の周りを回っているのよ。すごい、すごいな。Let's go closer to Saturn. These rings are made from many star fragments. It's big, it's so big. It looks many times bigger than Earth where I was. 土星に近づいてみようよ。この輪っかはたくさんの星のかけらなのよ。大きい!なんて大きいんだろう!僕がいた地球の何倍もあるみたいだね!
Look over there. There's something even more spectacular. That's called the Milky Way galaxy. The Sun, Earth, and Saturn are all inside that galaxy. あっちを見て。もっともっとすごいのよ。あれは天の川銀河っていうの。太陽も地球も土星もあの銀河の中にあるのよ。Again, take a good look. That's the whole galaxy. It's so big that now you cannot see the sun and the earth. ほら、もっとよく見てごらん。これが銀河の全体よ。あまりに大きくて、太陽も地球もどこにあるのかもうわからないでしょ? With great speed, Starchild and Jake are sucked into the center of the galaxy, into gazillions of stars. ものすごい速さで、星のごとジェイクは銀河の中心に引き寄せられます。数えきれないくらいの星の中へ。As they near the center of the galaxy, it gets so bright that they can barely keep their eyes open. 銀河の中心に近づくと眩しくて目も開けていられないくらいです。They reach the middle of the galaxy. Hey, what's that? Jake asks. What do you think? Starchild smiled mischievously. とうとう銀河の中心へやってきました。あれ?あれは何?とジェイクが尋ねます。何だと思う?星の子はいたずらっぽく微笑みました。They got closer and saw Jake's house on top of a small green blue planet. Hey, that's my house! We've come back to Earth! 近づくと、なんと青い小さな星の家に、ジェイクの家があるではありませんか。あれ?僕ん家だ。地球に帰ってきたんだね。At sunrise, Starchild's voice can be heard from somewhere. The universe is very big, but your heart is even bigger. By feeling and seeing with your heart, you can go anywhere.By feeling and seeing with your heart, you can make anything. This is a secret that only Starchild and Jake know. 夜が明けて、どこからか星の子の声が聞こえました。宇宙って、ものすごく大きいけれど、ジェイクの心はもっと大きいのよ。心に思うだけで、どんなところにも行けるの。心に思うだけで、どんなことだってできるの。これは、ジェイクと星の子だけが知っている秘密です。The end. はい。長かったね。はい、そうそう。はい、じゃあ、時間が来てるので、じゃあここで、急にですけど、花ちゃん。You are my sunshine 歌える ?You are my sunshine もう一番ぐらいでも歌うね。OK。はい、じゃあ、アカペラで、花ちゃんとプリティチェちゃんで歌います。一緒に歌ってね、分かる人歌ってね。さあ、はい。You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy.When skies are gray, you never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. はい、これは、あなたは太陽の光だよっていうことで、そして、もう、私のこの太陽、この、どんなに、こう、雨の日でも曇ってても辛い日でもいつも私を励ましてくれるっていう歌です。はい。じゃあ、ここでコマーシャルに入りたいと思います。はい。面白かった。面白い。やばいでしたね。失礼しましょうね。うん。あ、ね、あ、大丈夫、はい、風邪ひいてる。風邪とかではないんですけど、うん、そう、ほこりがいますので。やばい壊れちゃった。
椅子に。どうしようかな、これ。これだ。今、あっちの、あの、これ行ったらさ、どうって言ってくれるじゃないか。こうしたらいいよ。気がそこかな、覚え。なんか、電話が来たら。そうね。チェイス見て。みんな、なんかみんな好きみたい。え？コインも。あ、ほんとだ。きゃー、嬉しいね。延長まであった。嬉しい。大丈夫です。はい。鼻取ってきた。はい。鼻取ってきた。やっぱり。宣伝をするのを忘れないでね。で最後。はい。20秒前ですね。20秒半で10、9、BGM からいきます。はい、では、どうでしたか。ありがとうございます。コインもなんか送ってくださった方がいて嬉しいです。ありがとうございます。今日なんか久々に収録だったからね、久々にライブでとっても楽しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日、花ちゃんと一緒に歌も歌いましたけど、あと、またニュースとしては、私、マオリの人と交流したんですね。マオリから12名の、若者も、このリーダーの方たちも12名の方が来て交流会に参加したんですけど、本当になんか不思議なんですけど、もう会った途端になんか心と心が触れ合うっていうか、なんかなんていうのかな、もうすぐ兄弟みたいな、家族みたいな、もう不思議な感じでした。そして前もね、私トンガの人とオーストラリアに留学してるときに、トンガの留学生が私を見てなんか目がトンガの人みたいって言ってたんですけど、今度またマオリの人もなんか自分のおばさんに似てるって言って、私の顔がだからなんかそこでももうあっちもなんか懐かしい感じでして、おばさんとそっくりだからとか言って、なんかもうとっても仲良くなりました。で踊ったりしてくれて、わかる？なんかよくラグビーとかの、試合の時に、ハッカって言ってから、この男の人は目をこう大きくして、わかる？キャン君。そうそうそう。そうそう、できる。目をこう大きくして。で、それを踊ってくれて、そして、舌もね、うーって出してたので、私も真似したわけね。そしたら、いや、女の人は舌出さなくていいんだよって言われて。もうとっても素敵な、なんていうかな、本当に心が、なんていうのかな、ハートがピュアというか、もう顔見ても、もう本当に純粋な人たちだってわかるんですけど、もう本当に素敵でした。もう今日帰って行ったんですけど、で、昨日また今日帰るからっていうことで会いに行ったら、なんかこのプレゼントを もらいました。なんか向こうの石って言って、ちょっと緑がかったような、とても素敵な深い緑で、なんかもうこれパワーが湧いてくるみたいな、マオリの方からもらいました。ありがとうございます。今こう大阪まで飛んで、大阪からまた帰ると思うんですけど、Dear my friends、Please have a good safe trip. Thank you very much for coming to Okinawa. Please come back to Okinawa again. また沖縄に来てください。ということで、素敵な出会いがありました。はい、花ちゃんも何かいいことがありましたか？
いい子、普通ですね。普通、普通。なんか普通っていう言葉、高校生がよく使うんじゃないかから、普通ですっていう。ちょっと私、高校生たまに見えますよね。そう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 。はい。ということで、またちょっとガザのお話をしたいんですけど、あ、そうだ、ちょっと石垣にも行ってきました。2月の4、5、6、石垣にも行ってきました。私は、荒川小学校っていうところで、こう、大学から出て、最初に、こう、教員として、石垣に行って、教えたんですけど、今回、石垣に行った時に、荒川小学校行ってみたんですよね。そしたらちょうど学習発表会してて、学習発表会が終わって出てきた、このお父さんお母さん出てきた時に、教え子に何人かあったの。それが感動でした。あれって、知恵先生だよねとか、あの時知恵ブーって言われてたのに、知恵ブーじゃないかみたいな感じで、もうお母さんとかお父さんになってて、なんかその、再会がとっても、感動しました。私が教えてたのは小学校、あの子たちが小学校3年生、小学校5年生の時だったので、今はもうしっかりとお父さんお母さんになって、いました。そして、バスケットもミニバスケット教えてたのね。それで、そのミニバスケットを教えてた子たちが、3人ぐらい、急遽だったんだけど、集まってくれて、一緒に居酒屋に行って食べたり飲んだりして、しました。もう、一人の子は、ミニバスケットをその子や、私が、まあ、顧問でやってたんですけど、もう立派な指導者になって、小学校、中学校とかで教えてね、たくさんの、子たちを指導して、そして、なんか石垣市からなんか、厚労省っていうのが、この、バスケットの指導に、力を入れてくださってありがとうございましたっていう賞もいただいたということで、もうすごい、こんなに成長したんだとなんか感激した旅でした。はい。また今度は与那国でも2年間教えたので、与那国にも行きたいなと思っています。はい。そして、あと、向こうでも、スタンディングをしました。いろんなところでやっぱりパレスチナ・ガザのことを知ってもらって、いろんな人が立ち上がってほしいと思ってて、石垣のでも4カ所でスタンディングしたんですけど、即停戦、今すぐ停戦をっていうことと、フリーフリーパレスタイン、パレスチナに自由を、占領をやめろっていうことで、一人でスタンディングしたんですけど、もう、石垣すごくて、なんか、通り過ぎていく車も、みんな、この、しっかりとこう、私の持ってるプラカードを読んでくれて、そして、中学生とか高校生が自転車とかで通ったら、もう必ず止まって、何をしてるんですかって聞くんですね。何をしてるんですかって聞くので、説明したら、あ、そうなんですか、わかりました、ありがとうございますって言って、とてもその、もうその、なんていうのかな、誠実な態度にも感激しました。で、一つのグループは、竹富中学校の中学生が、5、6名でしたかね、なんか石垣に、なんか旅行で来てたみたいなんですけど、その子たちが反対側にいたんですけど、渡ってきてくれて、そして、この話をしてくれて、そして、じゃあ自分はインスタグラムとかやってるから繋がりましょうって言って、でもびっくりしたのはこの中学生がインスタグラム、その子のフォロワーが3万人ぐらいいるって言ってました。3万人とか。だから、よく発信してるんでしょうね。発信してるみたいで、とても明るい子たちでした。今、パレスチナ・ガザの方は、この、幅が10キロぐらいで、長さが40キロぐらいの、本当に沖縄の本当の3分の1ぐらいのとこなんですけど、イスラエル軍が、この北は危ないから、南にって、
あの、人々を移動させて、こう、無理やり、だから、あの、チラシを落としたり、あの、ドローンで、すぐに、こう、北から南へ、避難せよっていう形で、みんなもう歩いたり、馬とかで、馬車とかで、ずっと北から自分のお家を後にして移動するんですけど、でもやっぱり、あの、お年寄りの方とか病気の方はもう、その、北に残ったままなんですけど、その、移動する道もイスラエル軍が空爆して、たくさんの人が亡くなっていってるんですけど、そして、あの、家から出て難民キャンプ、キャンプに、こう、難民のためのキャンプ、こう、テントを張って、外に寝ている。あるいは、国連の主催する小学校とか、学校に寝泊まりする、教室の中に。それから、病院の敷地に、テントを立てて、家族で寝てるとか、そういう風にして、もう、お家を追われてるんですけど、その学校も難民キャンプも教会とかモスクとか病院まで全部爆撃していて、もう病院もその病院としての機能を果たせないぐらい、もう電気とかすべて破壊されたり、医療器具を壊されたりっていう形で、それもそれだけでなく、お医者さんとか看護師さんとか、この医療従事者の人も、殺したり、拉致していったりっていう、本当に考えられない戦争犯罪。戦争っていうのは、普通はウクライナとロシアもそうなんですけど、兵隊と兵隊が戦争をする、戦うものなんですよ。だから市民を殺してはいけないし、記者を殺してはいけないし、お医者さんをもちろん殺してはいけないんですけど、もう、見境なく自転車に乗ってる子供、それからもう食べるものもないので、この国連のこのトラックとかで運ばれてきた、食べ物をもらいに並んでる人たちを爆撃するとか、本当にもう地獄のようなことが起こっているんですね。それがもうどんどん追われて、今、ラファという南の方に150万人ぐらいの人たちがもう本当に密集して今、テントを張ったりして寝泊まりしてるんですけど、そこも爆撃してるんですね。だから、イスラエルのネタニヤフ首相や、シオニズムっていう考えを持った人たちは、自分たちのイスラエルっていう国をそこに全部イスラエルの国にして、このアラブの人を殺していいのだっていう考え方なんですね。だから本当に恐ろしい考え方で、教育の中でも、シオニズムっていうその考え方ですね。その考え方で教育されてるので、そして、ガザは8メートルぐらいの壁で全部囲ってるので、イスラエルの人たちはガザの人たちを見ることもないんですね。だから18歳以上になって、兵隊になった時、初めて、兵隊として、この銃撃する。そういう形でしか初めて会わないっていうことが起きています。本当に、もう、一刻も早く、停戦をしてほしいと思います。だからみんなで本当にシーズファイア、停戦ですね。シーズファイアなお、今まさに停戦をっていうことと、そしてもともとパレスチナの人が住んでたところにイスラエルの人たちが来てるので、パレスチナの人たちはみんなもう100万人ぐらいの人が難民になってるんですね。だからその、パレスチナの人たちが自分たちの故郷に帰れて、そして自分たち、パレスチナも国として建国できること、それをやっぱりもう占領をなくして、占領っていうのはやるべきでないし、占領をなくして、パレスチナの国を建てて、で、パレスチナの人たちも家族、
この愛する家族とみんなが幸せに暮らしていくっていうのをやっぱり保証しないといけないと思います。そして今あのイスラエルの人質もいるんですけど、イスラエルのこの200人ぐらいの人質も、それからあのイスラエルの刑務所に6000人ぐらいの子供から若者から女性あの逮捕されて、そこに入れられて拷問とかされてるって言われてるので、その人たちも釈放する、人質もあの刑務所にやられてる人も釈放するっていうことを本当に今すぐやってほしいと思います。はい、じゃあ花ちゃん、じゃあ時間、はい、じゃあここで本、じゃあ歌を歌いましょうね。ちょっとあの死んだみがちょっとできてね、あのじゃあ歌いましょうね。はい、じゃああの新作の花を歌いたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと死んだみがちょっとしてます、ちょっと待ってください。はい、できました。はい、じゃあ、はい、じゃあこれでいきます。はい、ではティンサグの花です。はい、周りの人とも一緒に歌って踊りました。ティンサグの花です。天下ぐる花や地味さちに住みてうやぬゆしぐるや地無に住みり天ぬぶりぶしや弓ばゆまりしがうやぬゆしぐとや弓やならんゆるはらすふにやにぬファブシミアティワンナチェルヤヤワンドミアティワンナチェルヤヤワンドミアティ。はい、コマーシャルです。時間かかる、これもちょっと時間かかる、多分5分以上。せっかく花ちゃんも来てくれてるからね。実はこれなんか because this one doesn't have English、 こちらで、あ、日本語、こちらで読みます。同じ内容。ああ、OK、 もし英語で、はい、Would you rather、 もしもだよ、これ面白い。ありがとう。ひでこ。カンコは大丈夫？はい、大丈夫です。鼻炎みたいな感じ？そうです。あ、そうです。ちょっとあのほこりとかって確かに弱いので。あと何分？あと20秒です。
新作の花でした。じゃあ、花ちゃんが今日ですね、もう一つ、また面白い素敵な絵本を、持ってきてくださったので、また絵本を読みましょうね。Alright, so let's read again. So the title of the second book is Would You Rather? ねえ、どれがいい？Would you rather your house was surrounded by water, snow, or jungle? もしもだよ、君ん家の周りが変わるとしたら、洪水と大雪とジャングルと、ねえ、どれがいい？ Would you rather an elephant drunk your bath water?An eagle stole your dinner, a pig tried on your clothes, or a hippo slept in your bed. もしさ、ゾウにお風呂のお湯を飲まれちゃう、ワシにご飯を食べられちゃう、豚に服を着られちゃう、カバにベッドを取られちゃうとしたら、ねえ、どれがいい？ Would you rather be covered in jam, soaked with water, or pulled through the mud by a dog? ねえ、ジャムまみれと水浸しと犬に惹かれて泥だらけと、どれがいい？ Would you rather have supper in a castle?Breakfast in a balloon or tea on the river? ねえ、どれがいい？お城で食事、気球で朝ごはん、川でおやつ。Would you rather be made to eat spider stew, slug dumplings, mash worms, or drink snail squash?食べなきゃならないとしたら、どれがいい？雲のシチュー、カタツムリの団子、虫のおかゆ、ヘビのジュース。Would you rather jump into the nettles for $5, swallow a dead frog for $20, or stay all night in a creepy house for $50? I'm sorry, it's pound.どれがいい？5ポンドで茨に飛び込むのと、20ポンドで死んだカエルを飲み込むのと、50ポンドでお化け屋敷に泊まるのと。Would you rather be crushed by a snake, swallowed by a fish, eaten by a crocodile?Or sat on by a rhinoceros? ねえ、どれがいい？蛇に巻かれるのと、魚に飲まれるのと、ワニに食べられるのと、サイの下敷きと。Would you rather your dad did a dance at school, or your mom had a row in a cafe?どっちがいい？父さんが学校で踊るのと、母さんが喫茶店で怒鳴るのと。Would you rather your dad, I'm so sorry, would you rather clash the cymbals, bang the drum, or blow the trumpet?どれがいい？シンバルのジャーン、太鼓のドドン、トランペットのプップー。
Would you rather have a monkey to tickle, a bird to read to, a cat to box with, a dog to skate with, a pig to ride, or a goat to dance with? どれがいい？猿とくすぐりっこ。コアラに読み聞かせ。猫とボクシング。犬とスケボー。豚に乗る。それとも、ヤギとダンス。Would you rather chase by a crab, a bull, a lion, or wolves? Or would you like to ride a bull into a supermarket? どれに追いかけられたい？カニ、牛、ライオン。じゃなかったら狼。そんなことより、牛に乗って、スーパーに踊り込む？ Would you rather be lost in the fog, at sea, in a desert, in a forest, or in a crowd? どこで迷子になるのがいい？霧の中。海の上、砂漠、森の中、それか人混み。Would you rather help a fairy make magic, gnomes dig for treasure, an imp be naughty, a witch make a stew, or Santa Claus deliver presents? どれを手伝う？妖精の魔法、ノームの宝探し、魔物のいたずら、魔女のシチュー作り、サンタクロースのプレゼント配り。Would you rather live with a gerbil in a cage, a fish in a bowl, a parrot on a perch, a rabbit in a hutch, chickens in a coop?Or a dog in a kennel. どの動物と暮らしたい？檻の中のハツカネズミと、近所バチの魚と、泊まり木でオウムと、小屋の中でウサギと、鳥小屋のニワトリと、犬小屋で犬と、そんなことより、もしかして、本当は、もう。Or perhaps, would you rather just go to sleep in your own bed? そんなことより、もしかして、本当はもう、自分のベッドで、眠りたい？ The end. はい、なんか、かわいい。こんな、かわいい絵本です。I'd rather to sleep. This is...お眠りたいということです。はい、はい、この可愛い絵本を読むと本当に幸せな気分になりますけど、本当にこう沖縄でもこう世界中で子どもたちってやっぱり本当に私は月曜日いつも交通安全の旗を持って安全する子どもたちの見守り隊してるんですけど。子供たちはどこに生まれようと、やっぱりみんなに守られて、その子の可能性とか夢をいっぱい伸ばせるようにね、私たちが守らないといけないなと思います。はい。それで、引き続き、本当に、パレスチナの、停戦が、になるまで、私は声を上げていきたいと思います。それで皆さんにもお願いしたいのは、私は毎週火曜日の夕方5時から7時、メインプラス、おもろ町のメインプレス前で、スタンディングを仲間と、いろんな人が集まってくるので、ボランティアでみんな集まってくるので、7時から9時、5時から7時まで、
スタンディングして、その後、まあ、残れる人は一緒におしゃべりしてっていう感じでやってます。で、無言で立ってる人もいるし、で、私はよくマイクを持って喋ったりしてます。だから、まあ、音楽を奏でてもいいし、自分が、訴えたい方法で参加してくださったらいいなと思います。そして、映画な、ガザの映画や、本などもありますので、ぜひその本を見たり、映画を見てほしい、歴史を学んでほしいなと思います。そしてパレスチナのことを、今同じ地球で起きているこの大虐殺、そこで苦しんでいるパレスチナの人たちのことを、友達にも話したら、もうインスタグラムとかで流れてくるけど、もう悲しすぎて、残酷すぎて、自分はもうすぐ見ないよって言ってたんですけど、まあガザの人たちはもう子供もおじいちゃんたちもみんな必死で、今ガザでこんなことが起きてるよって送ってくれるので、ぜひ、なんていうのかな、その、ガザの、あ、もう時間ですか？あ、15秒。え、今日終わり？はい。あら、あっという間に終わるみたいです。はい。じゃあ、ハンジさん、さよなら。Okay, so I'm inviting everyone to join our English class every Tuesday from 4 p.m. to 4:15. See you there. ああ、ごめん、見てなかった。